でも全然3食カレーとかでもいけるもん1週間カレーでも全然いけると思う。すごいカレー食べてゲロ。今さすごいご飯のカレー食べたからさ、確かにちょっとしたカレーなんとかナン食べたい。カレーパンとチーズナン、チーズナン食べたい。いいね、インドカレー屋さんも行きたいな。カレーなら何でもいいかもしれない。カレー味なら何でもいいらしいね。なんかさ、喫茶店とかのカレーとかも食べる。わかる。クリームソーダとカレー。いいね。夢。喫茶店屋さんのカレー。喫茶店屋さんって何？喫茶店？ダメだ、知識浅いのバレる。カレー食べてゲロ。はい、というわけでね、まず第1回目根津駅でカレーを根津カレーラッキーさんでね、カレーを食べてきたんですけど、美味しかった。次のね場所をまた8面サイコロで。次そらちゃん、お茶の水とかもなんかいろいろありそうだし、確かにこう大手橋とかもいろいろありそうだし、8出たら赤坂まで行けるな。すごいね。じゃあ赤坂よくない？赤坂いいね。ねえ今さかんだ赤坂狙いで行きました。赤坂狙いで行きました。8ね。8ほっじゃららら1、2、3大手町。結構あれですよね、いろいろありそうじゃないですか。なんかカレー町がつくとなんかカレーありそうな神保町みたいな。そうだね。じゃあ町ついてるということで安心ですね。じゃあ大手町に向かいたいと思います。じゃあ飛んでいきましょうか。飛んでいきましょう。いくよ、せーの。着きましたね。着きましたね。大手町駅に着きました。大手町駅に着きました。いや、どうしましょうね。結構ね、お腹がいっぱいなんですよ、まだ。そうなんですよ。カレー食べてゲロ。でも、カレーは食べたい。カレーは入る、飲み物だから。カレーは飲み物だから。なので、ここでちょっとカレーパンを挟んで。いいね。確かにカレーなら何でもありだから。そうだよね、カレーだったら何でもいい。そう、カレー味なら何でも OK。 よっしゃー、カレーパン食べに行きましょう。ということでカレーパンを食べに行きたいと思います。いやいやいや、さっき結構食べたからね。もうさ、前ね、結構ガチ食べちゃった。ガチ食べちゃったの。カレー食べてゲロ。はい、カレーパン買ってきました。見て。カレー食べてゲロ。あれ？なん？メロンパン。やっぱカレーが入ってればいいって言ってたんで。入ってないの？うっかりそう、パンなら何でもいいです。カレー、雨宮さんが隣にいる限り何でもいいです。カフェスタジオベーカリーさん、すごいパンを買ってきたんですね。そう、おしゃれだカフェ。申し訳なかった、入るのが。美味しそう。あと、温めてもらった。そう、サクサク。カレー食べてゲロ。いただきますね。すぐカレーが来る。でね、すごい結構おしゃれな味がする。おしゃれな街だからかな。すごいサクサク。本当にやっぱ温かいから、もう美味しい。甘いカレーパン。甘すぎず。わかる。おしゃれな味わかる。カレーパンのパン粉、そう、周りがね薄くてありがたい。美味しくない？カレーパンもめっちゃうまい。めっちゃうまいよ。メロンパンもめっちゃうまい。バターバターバター、何これバター、周りのサクサクがやばい。こういうおしゃれなとこでカレーパンを買うことってあんまないよね。ないない、ちょっとね買わないから、そうぜひ買ってみてほしい、この機会に。おいしい、おいしい。大手町でカレーが食べれた、食べたよね、カレー食べた。はい、え、うまっ、え、うまっ、え、うまっ、うまっ、時差で来る。カレー食べてゲロ時差だったね、今すごい時差あったね。どうした、さっきの殻みたいな感じでうまって言ったっていう。殻も時差だったもんね、さっきのね。めっちゃ美味しかったよ、これ。いや、こういうパンも美味しいね。美味しい。たっちゃん、高い。いただきます。まで行ければもう若者の街じゃないですか。わかる。3、4、5、6、7出せばもう3分いける。ラッキーセブンだよ、もうみんな。カレー食べてゲロ。あ、待って、これはどっち？ねえ、どっち？カレー食べてゲロ。ねえ、こっちじゃない？ねえ、こっちだね。こっちだ。カレー食べてゲロ。ほぼ反強制的のやった、7が出ました。さすがリーダー、さすが。今大手町だから、1、2、3、4、5、6、7。表参道。じゃあ都会。いや、ここめっちゃ都会だから。